地獄みたいなタイミングがある。あ、このお茶美味しい。よかった、気に入ってもらえて。いつもありがとう、司ちゃん。ん？誰だろう、こんな時間に。旦那様？違う、これは何かの間違いだって。お、ほら削除された。やっぱりただの間違いなんだって。ツーン。あ、ちょっと待って、つかさちゃん、本当そういうのじゃないんだって。ツーン。もっと左だって。お前が隣でうるせえんだよ。あれ欲しいな、次あれ狙ってよ。へえ、昨日私たちにあんなこと言っておいて、今日は別のことデートですか。あはは、上杉さんも隅に置けないね。風太郎、こっち来て。おい。あ、市川くん、いいところに。原さん、あのね、ちょっと話があるんだけど。え？なんだ？うわ！来たのか？あ、山田さんも。正近くん、生徒会に入るという話は検討してくださいましたか？何度も言ったろ、入る気ないって。うん、二人は仲がいいのかしら？私たち、幼馴染なんです。そうなの？アリサさんは意外に思われるかもしれませんが、マサチカ君はこれでもやるときはやる人なんですよ。これでもってなんだよ。さあ、教えてたやつないよ。あ、カナちゃんのこと見てるの？ああって、一応私このままじゃ負けるぞ、大差でな。ぷくー、ぷくー。怒るなら怒れよ、感情表現子供か。はあ、おネギ切らしてたの忘れるなんて、自分のうっかりさにびっくりです。ねえ、何の用なの？座ったらどうだ？誰かと一緒にいたの？ああ、日和とな。日和？読書の趣味も合うしな、よく話をしている。へえ、名前で呼ぶ仲なんだ。しかも同じ趣味。へえ。あ、正近くん、来てくださったのですね。うん、なんだよ急に。釣れないですね、そこは。待った、ごめんとおっしゃってくださいな。待った、ごめん。うん、待った待った。仲いいのね。いたのか、ありゃ。いたわよ、ごめんなさいね、お邪魔しちゃって。いや、この野郎。帽子はどう？山田に帽子か。いつか。可愛いと思う。え？え？ああ、本当だ。原さん可愛い。ね。で、
この例文の場合、この名詞にかかってるので意味を間違えないように。はい、じゃあ次の文読んで。おり、 It's mine。 おお、そんな感情込めなくてもいいぞ。訳は離れるこのバカが。おり、どこ訳してんだ。อุ้ยแม่อย่าเขินไปสิเป็นแค่เพื่อนกันแบบนี้ออกจะปกตินะตอบสนองชัดเจนเลยนี่แถมทำหน้าแบบนี้ได้ด้วยเบราโน魔力を付与した指輪を作ってみたんだちょっとはめてみてこれで魔力が上がるはずだよ今日一日試して様子を見よう。はい。薬指は許しませんわよ。薬指は。舞台は私の本業だし、今度は私がアクア君の助けになるよ。そうか、助かる。何かあったら相談するな。あの二人付き合ってるんだっけ。まあ向こうは役柄上でもいい名付けだし、マッチしてていいんじゃね。私は役者のリアル情報と板の上をリンクさせるのノイズになるから好きじゃないけどね。なんか尖ってんな。ところで妹よ。なんだよお兄ちゃん様よ。さっきから視界の端にチラチラ銀色の何かが見えるのは気のせいか。気のせいじゃないと思うぜマイブラザー。ふん、アニジャが気づく前に俺はとっくに気づいてたぜ。マジか、いつから。この階に降りてきてから割とすぐ。そんな前からかよ。お前いつの間にかポニーテール解いてるし、所作がお嬢様モードになってるし。さてどうすっかね。あら、アリサさん。妹、あれアーリアじゃん。偶然だな。偶然ね。そのちょっと前から気づいていたのだけど、声をかけるタイミングが見つからなくって。ちょっとじゃないですよね。世の中見苦しいものが多すぎる。お待たせ。あ、やっと見つけたっちゃ。広すぎて迷っちゃったよ。やあラムさん、今日はワンピースですか。スタイルがいいから何でも似合いますね。面堂くん。ん？うわあ、忍ぶさんは美しい、美しい。ダメダメ、おじいちゃん髪似合ってるから切っちゃダメ。前髪邪魔なんだばって。でも孫さえ言われたら仕方ないの。ばあさまよ、今までこんなに孫に甘えられたことはなかったぞ。うん、そうですかそうですか。ねえねえおばあちゃん。なんだい。おじいちゃんちょうだい。ダメですよ。はじめまして。してー。はじめまして、昨日ひまりです。つついマリオ。立花香織だよ。ひまひまちっちゃくてかわいい。ひまひま、あんたほんとちっこいの好きね。好き。ハグダメ。え、やめときなさい、すごい圧を感じるから。それにしても今日の周防さんは随分とボーイッシュな服装ね。少し驚いたわ。実は今朝正親君と一緒にベッドにいたんですが、その際正親君に今日はいつもと違う服装がしたいとお願いして、このシャツをお借りしたんです。いや、こいつが勝手に家に来て、勝手に部屋に入って、勝手にベッドに乗ってきたんだ、マジで。ふーん。あ、信じてない顔。ほーら。おいしいか。うん、おいしい。かわいいやつめ、おいしいか。ゆきとさんって、やっぱり。おいしいか、よかった。ラリコ。ねえサディナお姉ちゃん、
これからも一緒だよね。ええ、一緒よ。なんて言ったって。お姉さんもう直文ちゃんにメロメロだから。サリナ姉さん急に何を言って。まさか直文様サリナ姉さんと飲み比べを。してないぞ。酒には付き合ってやったが。ラフサリアちゃんも大きくなって。お姉さん泣けちゃうわ。テラコマリさん、私に罰を与えてくれませんか。じゃあ私と付き合ってくれ。はい、寺子マリさんに呼ばれたらすぐにでも駆けつけます。その呼び方はやめたまえ。じゃあ何とお呼びすれば。コマリって呼んでよ。よろしくお願いします。コマリさん。そろそろバイトの時間か。雪村くんのバイトって家庭教師よね。生徒はどんな子なの。不真面目で怠惰なところはあるが、教えれば確実に伸びる優秀な女だ。へえ。え、女女子高生。雪村先生、物体 A の効力ってどう求めるんです。それはこうやって指で押す力 F を加えてだな。もう先生ったら。何未成年に鼻の下伸ばしてんのよ。変態犯罪者。なぜそうなるのだ。妃となるリーシェだ。お初にお目にかかります。リーシェ・イルムガルド・ベルツナーと申します。お目にかかれて恐悦至極です。アルノルト殿下のお妃様ともあればさぞかし華麗な姫君に違いないと考えておりましたが、これほどのお方とはどうして想像できましょうか。もったいないお言葉です、カイル殿下。イッチ、どういう設定か決めとく。え、設定とは。とりあえず萌子って呼んで。いいからいいから。ねえ、ちょ、呼んでみ。萌子。うーぶだな。楽しい。まあ、楽しい。あ、そうだ、ちょっとサニスポのベースラインで悩んでてさ。ここなんだけど。なんだろうこの感じ。よくわからないけど苦しい。もしかしてディアブロっておっぱいが好きなの。いつも見てたよね。めっちゃバレてるし。レムのより大きいでしょ。そりゃ、まあ。おお。